31日引退します。そして、12月31日、延期になっておりましたテキーラセアの引退試合カードを改めさせていただきまして、本日今ここで発表させていただきます。12月31日アイスリボン後楽園ホール大会テキーラセア引退試合テキーラサヤ38にかけ上がりたいと思います。私の引退試合は思い入れのある選手みんなとやりたいなと思って、引退試合誰と誰って決められないのでみんなとやりたい、だからさやにちなんで38人掛けやります。10月12日に引退できなくて引退できないなとかくよくよしたことがあったけど、引退できなかったおかげでこのベルトが取れた、引退できなかったおかげで試合できた選手もいた、引退できなかったおかげで引退試合を見れるっていうお客様もいます。そんな皆さんに支えられて応援されてみんなと一緒に、引退盛大に盛り上げて引退試合をさせていただきたいなと思っているので、ここにいる皆さん全員私の引退を見届けに来てください。今度こそ引退します。正直、引退ロード第2章は引退まで長引いてしまったけど、楽しく余生を楽しみながら、12月31日を迎えるために元気に迎えるために、楽しんで楽しんでっていう風に思って過ごしてたんですけど、ベルトを取ることによってその受けの姿勢から攻めの姿勢に12月31日に向けてもっともっと加速した状態で、大晦日を迎えられるようにって思ったので、ベルトを取ったことによってさらにここから私はパワーアップしていけるなと思いました。そうですね、ベルトを持ったまま引退したいなっていう気持ちはあるんですけど、それプラス、そうですね、やるとしたらやりたいカードがあって、やるとしたらですけど、10月12日に引退する予定だった時の試合カード、今いるメンバーでは私を含めて3人になってしまったので、ちょうど3人なので、テキーラサヤ松屋宇野トトロサツキ、やるとしたらこのカードかなと思ってます。私は10月12日の大会が延期になった瞬間は大晦日はまた同じカードでって思ってたんですけど、同じカードができないっていうことが分かった時点で次のカードを決めなきゃいけないと思って、そのカードがどうしても思い浮かばなくて、このカードやりたいこのカードやりたいっていうのはたくさんあるんですけど、そのたくさんあるカードを全部まとめたらみんなと試合するっていう結論に達しまして、みんなとやりたいな、みんなと、試合をして魂をぶつけ合ってそして大晦日に散っていきたいなと思ったので、私の希望が全て叶うっていうのが38人掛けということです。Thank you.
思いました。でもつくしはすずが言ってたみたいにアイスリボンを私が引っ張っていくって言ってたよね。つくしも同じ気持ち、つうかさんじゃなくてゆきさんじゃなくてせなさんじゃなくてつくしがアイスリボンを引っ張っていくっていう気持ちでこのベルトを持ってます。今日対戦できて本当に良かった。みんなアイスリボンを引っ張っていく選手になるって言ってるけど、もう十分なってると思うよ。本当にいつも試合するたびに初めて試合する感覚になって新鮮な気持ちになるし、いつも感情を揺さぶられる。なんかすごく感動した。二人にすごくスイッチを知ってもらった気がします。私もまだまだこのベルトも応援したいし、ティーンズだけじゃなくてフル株っていうんですかね、はい、ハムさんも今欠場してるし早く戻ってきてってやっぱ寂しいけど、二人のおかげで私もまだまだチャンピオンであるべきだなって思いました。またいつかやりましょう。ありがとうございました。泣いてるばっかりじゃダメなんだ。負けて悔しいけど限界はないって言いました。いつかじゃない、今挑戦させろいつでもいいって言っただろ今。私この戦いたくさんの人に見てもらいたいわ大晦日後楽園どうですか。やってやる。12月31日さやの引退興行ですね。ドロップキッカーズ対ティーンズのタイトルマッチやりましょう。よろしくお願いします。悔しい、まあ、勝てなかった、悔しい、えーんって泣いてるだけじゃやっぱりダメなので、アイスリボンを引っ張っていくって言ったからにはまだまだ欲を出して次こそ必ずベルトを巻いてアイスリボンを引っ張っていける、ティーンズがアイスリボンを引っ張っていけるようになれたら、なれたらいいなじゃない、なります。自分たちティーンズには限界はないと思います。他の選手よりも限界あったって思われるかもしれないけど、自分たちティーンズは限界はない、限界はないっていう言葉をずっと胸に締めてこれからも頑張っていきたいと思います。無限大ですよ。そうだ、無限大だ、ティーンズは無限大。やっぱタイトルマッチなのでいろいろ考えてきたんだなっていうのは試合の中で感じられました。なんかすごいですね。やっぱ早くからプロレスを知ったので羨ましいなっていうのが正直な感想です。私も早くプロレスに出会いたかったし、もっとレスラーに早くなりたかったなっていうのをいつもあの子たちを見ると感じます。それはつくしを見ても。だからこの3人に囲まれて試合するっていうのは私の中ですごい特別な意味合いがありますね。常に
この子たちが力をつけていけばこれからの女子プロレス界はもっともっとなんか画期的になるんだろうなと思いながら試合をしてたら結構今も力ついてるなと思って感動してその言葉をそのまま伝えたらああいう展開になりました。なんかあの2人のティーンズタッグを見てると昔の自分を思い出すなと思っててすごいがむしゃらにやっていつでも挑戦させろみたいな負けて負けてやっとベルトを巻いた時からどん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 強くなっていくっていう自分も数年前はティーンズだったので数十年前はティーンズでしたよね。数十年もっとだな。なのでなんかそういう人と対戦できて嬉しいなと思ったのとあと12月31日の後楽園ホール大会で自分再デビューして2年経つんですよ。で再デビューした日がつっかさんとのシングルマッチで2年後がこうタッグのベルトを巻いてリングに立てるっていうのがすごい奇跡的だなと思ってなんかちゃんと防衛しなきゃなという強い思いになりますね。やっぱ逆境は人を強くするんですね。そうだそうだすいません。